ようこそいらっしゃいました、旅人さん。なんという巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても今日は随分とご機嫌みたいだな。はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。いや、そこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか。ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会ってオイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャサリンが喜んでくれてるなら別にいいか。まあお前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが当たってるといいな。だってお前の妹さんは。その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか？いや大丈夫だ、気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月木さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おう、わかった。ありがとうな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。
冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああ、こんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。ん？そちらの方はどこかで見たことがあるような。もしかして有名な冒険者さんだろうか。そうか、わかった。まずは自己紹介をさせてくれ。俺は月月、つい先日双眼巨炎の採掘許可をもらった候補だ。それからここには俺の下で働いてくれている奴らが何人かいる。え、双眼巨炎の採掘許可ってもらえるものなのか。ああ、玉境内の奴らもやっと融通が効くようになってな。仙岩軍の保護下っていう条件付きで、浅いところの鉱物であれば採掘の許可が下りるようになったんだ。で、その許可を最初にもらったのが俺らだ。だが最近どうも奇妙なことが起きていてな、鉱夫たちがみんな怯えてるんだ。奇妙なこと、何が起こったんだ。オイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだ。まあ大したことじゃないんだが、無視もできない不気味なことでな。ある日うちの鉱夫が休憩していたら、意識の朦朧としたヒルチャールたちが前を通り過ぎていったそうなんだ。ただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず、双眼巨炎の奥へと進んでいったらしい。それから何日か彼が様子を見ていると、同じようなことが時々起こっていると分かった。もしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいて、この辺をうろうろしてただけなんじゃないか。いや、それがおかしなことに、双眼巨炎に来たヒルチャールたちが、入ったらもう出てこないんだと彼が言っていた。そのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あのヒルチャールたちの目的は、あの後あいつらはどうなったんだ。何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。そういった考えが次々と甲府たちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。うん、その気持ちオイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。ああ、未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ。真相を突き止めない限り、どうにも安心して働けそうにない。この依頼、オイラたち本当に受けるのか。その、甲府さん、もう少し考えさせてくれないか。おい、オイラの意見もちゃんと聞いてくれよ。そっか、よし、わかったぞ。オイラも頑張る。もしかしたらお前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしな。それにここで引いたら、この先ずっと気になってモヤモヤするだろうし。二人とも、この依頼を受けてくれないか。せっかく手に入れた採掘許可だ。俺も無駄にはしたくない。おう、オイラたちに任せろ。何が起こってるのか気にもなるからな。そうか、助かるよ。今あのヒルチャールたちが向かった先を教える。しないでほしい。何か思い出しそうな、ほら、なんだっけ。そうそう、それだ。不気味な雰囲気が漂ってるし、逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか。こうなってくると、やっぱり双眼巨炎の下って
ビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、タイン。いや、待った。どうしてお前が双眼巨炎にいるんだよ。双眼巨炎、なるほど。ここは双眼巨炎の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。ああ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに、奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り、奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく、網目状になっている。転移の扉がどこにつながり、網目をどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところで、あの最古の幸運鬼の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の食器の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり、呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に終わりを迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に、先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか。オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。そこの岩壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。ヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ。依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼巨炎の下に来る理由などないはずだが。オイラたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼巨炎に来たんだ。ここで起こっているヒルチャールの異変を調べにな。で、ようやくその手がかりを見つけたってわけだ。
その答えを知りたいか。え、もしかしてダインは何か知ってるのか。ああ、思い当たる節がある。貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう。呪い？確かこの前ダインがカンルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。ああ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ。俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか。水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたら、それはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い。その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか。不可能だ。魔王により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると、本能的に静かで暗い場所を探す。そして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊柩というわけだ。まさかそんな理由があったなんて。雑談は終わりだ。構えろ。え、どうしたんだ。敵だ。岩山八九天道万象ミュージックはじけろ。この幕だ。ぜーんぶとかやっえっ。さっきのは一体どうして急に攻撃してきたんだ。あれは黒蛇騎士、カーンルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。あれ、宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな。昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての栄光を全て捨てたものだ。じゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか。先に進もう。あ、ダイン。どうした。見逃していたか。待て、貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。消えた。何なんだあの黒蛇騎士。何か言いたいことでもあったのか。どういうことだ。あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ、どうも気にかかるが。いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。気のせいだろう。先に進むぞ。目指すはあの都市だ。これ以上先に進めないぞ。
こういう時は周りに何かしら装置があるはずだよな。旅人、オイラたちが遺跡探索で培ってきた腕を見せてやろうぜ。その必要はない。え？カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラ分かったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか。というかダインっていろいろと内情を知ってるよな。道理でアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほどこれらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？おいらよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。ふん、逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。黒蛇騎士だ。ここはこいつらの拠点なのか？それとも何かを守ろうとしてる？アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。を威嚇してるだけ。あ、この黒蛇騎士たち後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな。この感じ、あの黒蛇騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。もっと早く気づくべきだった。あのヒルチャールたち一体どうなってるんだ？これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。老化が進み光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けていく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるかな。でもなんで黒蛇騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？あ、黒蛇騎士がまた現れたぞ。
最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか。黒蛇騎士たちが引いた。まさかあの騎士が命令したのか。ハール・ブダン。おい、どういうことだよ。あの黒蛇騎士と知り合いなのか。そうか、これが真相ならば実に悲惨なものだ。ダイン、奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。そうだな、黒蛇騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き聖兵ハール・ブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに災厄が訪れた日、俺は末光の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハール・ブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。すべての黒蛇騎士に通達しろ、いかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような災厄を前にして、王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前ではカーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った黒蛇騎士だが、その心の奥底ではおそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を災厄に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて、俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃあ、あれは何て言ってたんだよ。聞き取りづらいが俺にはわかる。あれは古代カーン・ルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は、絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。おいらたち、こいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。黒蛇騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ。の収穫だ。壁立先陣。
ちろ。揺らぐことなし。まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。不安だなら心配してやんないぞ。自分が消えていくのを静かに待つヒルチアルたち、あいつらの願いが叶うといいな。池は都市そのものと一体になっているようだ。古代文明の遺物だろう。そして俺の推測では、あれが呪いの力を弱めている。ここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう。浄化？それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことか？いや、それは不可能だ。え、なんで断言できるんだよ。俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者などいまい。この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる。今にもこの呪いが末端にまで浸透し、俺の一部となり、しまいには自分と取って代わろうとしていることを。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし浄化となると、体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を襲うことだろう。無論浄化が終わるまで命が持つ保証などないがな。え？それって死ぬってことだよな。浄化できない呪いなんて、そんな。ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に収まっている。そうなのか。あと、もう一つ気になるんだけど、あの下にある…正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。もしや、奴らは何かの準備をしているのか。
いつってハールブダンって騎士だよな。俺に話があるのか、ハールブダン。行っちゃった。でも今回は急に消えたわけじゃない。ついてこいということだろう。さて貴様たちはどうする？そうだな、よし、あとを追ってみよう。ハールブダンはここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。ハールブダンはこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。よいしょ、ここは僕だ。はあ、ひひはっ。この辺りにもキルチャールが暮らしてた痕跡があるな。前を見てみろ、キルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。ヒルチャールの集落だな。おい、ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。それにもう動いてないやつも。ハールブダンがオイラたちに見せたかったのはこれなのか。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。このヒルチャールたち、もう息を引き取ったみたいだ。暗闇の中に溶けていこうとしてる。いつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちがこんな風に老いていくなんて不思議な感じだな。ヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさ、それでもこいつらの最後の瞬間が安らかであったことを祈るよ。この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールは食事をする必要もないのか。オイラだったら少なくとも食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じでここにもかがり火があるんだな。けどダインが言ってたはずだ、最後を迎えるヒルチャールは光を嫌うって。もしかしてこいつらも本当に最後の時は光と温かさを求めるのかな。あ、ただの想像だぞ。別の理由があるかもしれないし。こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。
この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに手折られカーンルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。ゆえにインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことは、つまり…姫様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かにこんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい。理論上ですとおよそ…いや、やっぱりたとえ 1% でも望みがあるのなら私たちも同じ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上言われのない罪をあの者たちに背負わせはしない。そのご決断は教団にとって実に良好。何か見ていたようだな。何を見た。そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼女は復興と口にしたんだな。頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。そして呪われたら最後、元には戻せない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係。だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼女の肩を持つのも当たり前のことだ。だが、貴様がどちらを選ぼうと、俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ、俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば、いっそここで
そうか。どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回アビスを止めるという目的以上に、ただハール武団たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。ここからでもあの逆さの都市が見えるんだな。いや違う、気をつけろ。まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダインスレイブ、なんとも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた。我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除く。あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いの浄化、池の下にあったあの装置を使う。アビスが持つ技術を侮る。あの装置に水の浄化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。天道万象盤石、狂乱無駄には満ちた。乱物を滅ぼせ。岩山八九、属性を断ち切れ。アビスよ、お前がずっと追いかけてたアビスの使徒、ついに倒したな。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。おう、早く行こう。
く。盤石はじけろ。天理チョーク岩山八九これが水の浄化作用を増幅させている装置だ。間に合わなかった。
極限の苦痛に苛まれながらあの者たちは命を終えるというのか。考えろ、あれを止める方法を。一瞬で消えてしまうものかと思ったが、ハール武団の魂は予想以上に強靭なようだ。邪魔者め、去れ。どこを見ている。俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。タイムスリーブ。奴を倒して装置を止めるぞ。難攻不落、天道万象。元気出してよ。よいしょ。大きなる真理。火力全開。はじけろ。進化を止めよ。よっ。素晴らしき真理。難攻不落。バカ打ちの境地。どうしよう。あのアビスの司祭を倒しても装置が止まらないぞ。ハール武団。装置が動作している限り、呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか。おい、待てって。ハール武団たちは俺よりはるかに苦しんできた。行くぞ。
チを早く破壊してヒルチャールたちを苦しみから解放してやろう。揺らぐことなし。これで装置は完全に止まったよな。はあ、焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか？確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか？昔の戦友とこんな形で再会するなんて。行こう。できませんでした。いや、この500年貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファンルイアは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところでダインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ダインにも休みが必要だと思うぞ。例えば休暇を取るとか。
休暇俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞ。お前の妹さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてればいつか会える日が来るさ。そしたらちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコウフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ。ここの出来事って事情を知らない人からすると複雑すぎるし、とりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。